漢方納得相談のコーナーです。このコーナーでは症状に合う漢方薬と処方などについてお伝えします。一心堂薬局の荻秀幸さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしく最初から餃子を見て、ね、美味しそうだなってなっちゃいましたからね。はい、さあ今回はですね、肝臓病についてお話を伺うんですけれども、はい、まあ、忘年会シーズンですから、これからね肝臓を酷使する、はい、まあ ね、ちょっと季節になってきますけれども、はい、肝臓の主な働きから教えてもらえますか。はい、まずこちらをですねご覧いただきたいんですが、まず肝臓の主な働きと言いました5つあります、はい、まず栄養素のですね、加工と貯蔵、あと、2つ目がですね解毒作用ですね、うん、これは皆さんご存知だと思うんですけど、あと胆汁の生成とですね血液の貯蔵、あと止血に必要な凝固因子を作るという、これ重要な働きをする場所なんですね。はい、まあ、そんな肝臓が弱くなってきたり悪くなってくると、どのような症状が出てくるんでしょうか。はい、こちらのようなですね症状が起きるわけなんですが、はい、まず体がだるかったりして、変にこう痒くなったり、あと食欲がなくなってきたりで、足がつりやすくなったり、で場合によってはその微熱がこう出たり、あと急にまあお酒が弱くなったり、あと手のひらがですね異常にこう赤くなったりですね、あとその、首筋や背中の部分にですね小さい雲状のこう赤い斑点がこうできたりなんですね。であとひどくなってきますと、はい、腹水が溜まったり黄疸というような形になってきちゃうんですね。はい、そして一口に肝臓病といってもいろいろその中にも種類があるんでしょうか。はい、いろいろあるんです。こちらをご覧いただきたいんですけども、やはり主な肝臓病といいますと、まあ、急性肝炎だったり慢性肝炎で、あと肝硬変ですよね、あと激症肝炎、まあ、肝がんと、まあ、この中でも日本でよくですね見られる肝臓病というのは A 型 B 型 C 型などの、まあ、肝炎ウイルスによるものと、まあ、皆さんご存知だと思うんですけども。はい、では症例を見ながら具体的にお話を伺っていきます。はい、まず、こちらの方はですね、まあ、肝機能が、低下しているということで、まあ、AST、ALT の値が高いということでご相談いただいた方の例なんですね。で自覚症状がといいますとですね、まず体が重だるいと、でこの方の場合、2、3日に1回のこう排便でということで便秘気味なんですね。はい、であと目が疲れると、あと手のひらが異常に赤いということと、あと最近こう足がつるんです、あと肩こりがひどいんですというふうなことですね。であと微熱が時々出るということと、あと体がだるいということを、おっしゃられてたんですね。はい、この方にはどんな漢方を勧めたんですか。はい、こちらのですね大サイコ糖というお薬、こちらを、服用していただいたのと、あともう一つこちらのですね軽視伏量丸、であともう一つこちらのですね、まあ、受賞線、この3つをですね、まあ併用していただいたんですね。それぞれどんな特徴があるんですか。はい、まずこの大サイコ糖というのは先ほど問診カードにもありましたように、まあ、便秘気味の方の、まあ、肝臓病によく使われる処方の一つなんですね。であとはやはりその肝臓といいますか、血の流れを、まあ、調節する、まあ、オケスといいますけども、まあ、それを、まあ、正してくれるのがこちらのお薬なんですね。はい、であとやはりその体の基本的なそのバランスを調整するということで、この受賞線を服用していただいたような形なんです。はい、では改善例を見ていきます。はい、まずこの方はですね服用しまして1ヶ月経った時点で報告していただいた時にですね、まず便秘が改善したんですよというようなことをおっしゃられたんですね。で3ヶ月経過した時点ではですね体のだるさが取れてきたという報告をしていただいたんです。で5ヶ月経過した時点ではですね足がつらなく なってきたと、あと手のひらのですね赤み、これが薄くなってきたように感じると。で8ヶ月経過した時点ではですね、まあ、検査の結果肝臓の値がですね GOT が38で GPT が35まで下がったということで、まあ、報告 しに来られたんですね。であと13ヶ月経過した時点ではですね体のだるさやかゆみがなくなってですね毛細血管の浮き出していた部分が消えたというんですね。あと検査の結果も結果もですね、まあ、落ち着いているというふうなことをおっしゃられたんです。ではもう一方症例をご紹介いただきます。はい、こちらの方もですね肝臓の数値が高いということで、ご相談いただいた方なんですが、この指標でありますこう GOT、GPT がですねともに80台あったんですということで、はいはい、であとその自覚症状をですねお聞きしたところ、体が重くだるい、まあ、この方もそうなんですけど、であと手のひらが赤いで、特徴的な部分はですね口が苦いというんですね。
で、あとその、時々、頭痛がして、で肩こりがひどく目が非常に疲れると、で背中に赤い斑点ができているということと、足がむくむということをおっしゃられたんですね。この方にはどんな漢方を服用してもらったんですか？はい、こちらのですね、祭霊湯というお薬、でこちらのですね、孫心王エキスというのを、服用していただいたんです。どんな特徴があるんでしょうか？はい、まずこちらの祭霊湯に関しましてはですね、肝臓病 でさらにこう水の流れを調節していく作用があるお薬で、この方の場合、むくみであるとか、水毒的な分を調節してもいかなきゃいけないという方向性でこちらのお薬を服用していただいたんですね。であとこの孫心王エキスというのは漢方の条約がこう煎じ込まれた、濃縮の液体なんですけども、やはりその肝臓機能のフォローといいますか補完というふうな意味で、こちらを併用していただいたということなんですね。はい、では改善例を見ていきます。はい、まず服用しまして 2週間経った時点でおっしゃられたことが口の苦みが消えてきたというんですね。であと2ヶ月経過した時点ではですね、肩こり、あと目の疲れが良くなってきましたと。でさらに体のだるさもなくなってきましたと。で3ヶ月経過した時点ではですね、検査の結果当初80代あったものが、GOT が42、GPT が52まで下がったと。であと頭痛が起きなくなってきたというふうなことで報告されたんですね。であとその、6ヶ月経過した時点では検査の結果 GOT、GPT ともにですね、30代に下がったと。で9ヶ月経った時点ではですね、体のだるさがなくなって、で体調がいいと、足もむくなくなったということで、喜ばれている方の例なんですね。はい、日常生活で何か注意した方がいいことってあるんですか？そうですね、やはりアルコールをですね、飲まれる方に肝臓の、弱い方が多いんですよ。ですからやはりアルコールの摂取量という分がやはり大切だと思いますし、あとはやはり生活リズムですね。これは月並みですけど、やはり規則正しい生活リズムの中、とにかく肝臓が疲れないような状況を与えてあげるというのがやはり大切なことだと思うんですね。これから12月になりますとね、生活も不規則になってしまいますから、はい、またアルコール量も増えると思いますんでね、はい、ほどほどにということですね。ほどほどにで肝臓を、いたわってあげていただけると。そうですね、はい、今回は肝臓病についてお話を伺いました。一心堂薬局からのお知らせです。一心堂薬局では様々な症状や漢方薬について電話相談を受け付けています。いずれも予約制です。ご覧のフリーダイヤルまでお問い合わせください。そして自律神経失調症、心身の不安、アトピー性皮膚炎など免疫力の低下によって起こる症状にお困りの方から慢性病の食事相談まで受け付けています。一心堂薬局は皆様の健康をサポートする漢方専門の相談薬局として、一人一人時間をかけてお話を伺い、その方の症状、体質に合わせた漢方薬を処方します。他にも一心堂オリジナル商品として各種健康茶や、このコーナーでもご紹介した受賞選や賢寿、漢方薬に関しての書籍、そして今話題の商品も取り揃えています。一心堂薬局は全部で6店舗あります。浦和店は浦和駅西口埼玉会館そば県庁前東交差点です。大宮店は氷川神社入口交差点前、新宿店は新宿高島屋正面入口前です。立川店は立川駅北口立川通り高松郵便局手前です。川口店は本町大通り筋向かいマンモス交番隣になります。所沢店は所沢駅西口埼玉りそな銀行所沢店向かいです。そして今回も一心堂薬局からプレゼントがあります。健康維持健康増進におすすめの一心茶を3人の方にプレゼントいたします。コーナーの感想を書いて送っていただいた方の中から抽選でプレゼントさせていただきます。ご希望の方はご覧の宛先までご応募ください。そして一心堂薬局へのお問い合わせはこちらとなっています。電話相談も受け付けているということで、こちらにお願いいたします。一心堂薬局、荻秀行さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。コマーシャルの後もまだまだ続きます。